はい、こんにちは。はい、新規会社の代表の田野木です。はい、始まりました。心臓語るぞ、黒帯交友録第4回。第4回は、聖堂会館、藤田実選手。藤田実選手にスポットライトを浴びて、解説いきます。はい。思い出話と試合分析なんです。はい。まず、始まる前に、読者登録といいねをまず押してください。ここから CM に入ります。CM はスキップしてもでも結構です。では始まります。スタート。はい、第4回黒帯交友録交友録、はい、第4回は聖堂会館藤田実選手です。プロフィールからいきます。身長175センチ、体重75キロ、昭和42年生まれなんで現在55歳です。はい、得意技右ストレート、前蹴り、はい、攻防一体のカウンターが得意みたいです。はい、現在ですね、聖堂会館四国、愛媛県の川之江支部長をやられてるみたいです。はい、それでは戦歴からいきます。戦歴はですね、指導官ストロングオープントーナメント全日本大会3位。はい、同じく剣武道全日本大会中量級3位。はい、聖堂会館全日本ベスト16になってます。はい、ベグ連会館、89年全日本、空手拳法選手権大会中量級、これはオール一本勝ちで優勝します。はい、素晴らしい戦歴です。ワールドカップ、これがベストバウンド、準々決勝でアンディ VS、藤田実選手、これが一番、私の中ではベストですね。はい、アンディ選手が聖堂会館の全日本に上がってきて、みんなアンディ対策をやってる中で、やっぱりこれやなと。この VTR 見たんですけどね、藤田師範の戦い方が対アンディ戦にとってはベストですね。はい、アンディが何が得意かというと、かかと落としが得意なんで、離れたらダメなんですよ。はい、バンバン、前蹴りバンバン離してパンチ、ストレート離して前蹴り離してからかかと落としてバックキック、まあ、ロングの前で戦いたいですね、アンディは。で、藤田選手はそれさせないんですよね。まあ、怖がらずにどんどん前に行って、相手の力が出す前に止めていく。はい、で、アンディの前を完全に潰してるんですよね。はい、で、まあ、大概アンディの攻撃を持った後ろ下がる選手が多いんですけど、もうそこをど根性、前にどん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 詰めていって、相手がめっちゃ嫌な間合いで戦うんですよね。それが藤田選手の、戦略としたら、大正解でした。はい、一番アンディがの、後日藤田実選手と増田明選手が一番強かったっていう語ってたと思うんですよね。私の気を違えてながらは、1番か2番かに強かったっていうアンディのコメントでした。はい、それからですね、私は藤田実選手とね、一回対戦したことがあるんですけど、第2回か第3回のリアルチャンピオンでね、一回戦ってるんですけど、判定では、勝たせていただいた、記憶があるんですけど、めっちゃ強かった。合わせてくるっていうか、すごいやりにくかった記憶があります。はい。はい、今回は以上です。はい、次のターゲットはね、金太栄、金ちゃんに行きますよ。第5回は金太栄です。よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。